はようございます。2013年3月18日月曜日、6時5分になりました。というか6分になっちゃいましたけれども、おはようございます。今日はというか、もう昨日からえらい朝風が強い感じですね。なんか雨戸とかがガタガタずっと一晩中言ってたんですけれども、なんかね、春一番というか、なんか強烈ですよね最近。本当にその、去年あたりからずっと言ってますけれども、結構極端にこうね、気候が変化する、そんな感じがするんですけれども、さて、いかがでしょうか。今日はですね、ちょっと月曜日ってね、いつもそうなんですけども、大体土日がね、あんまりメディアが動かないので、これといってニュースがあまり見つからないんですよ。でそれもあって、いろんなところからこう、探してくるんですけども、ネタをですね。で、ちょっとワイヤードですね、ワイヤードに面白い記事があったのでちょっと紹介します。ピックアップするのはこちら、Facebook いいねで知能指数もわかるとこれですね、アメリカでのその研究なんですけれども、その5万8000人、結構な数ですよね。5万8000人のユーザーのデータをですね、解析していろんなことが分かってきたというんですけれども、でそのいいね、を押した、誰が押してるのかっていうのは、Facebook やってる人は分かってると思うんですけど、いいね誰が押したかっていうのは見えるんですよね。でその情報をですね、かき集めて、一体どういう人が何をに対していいねを押すのかっていうのをこう見ていったわけなんですよね。でそうするとですね、すごい相関関係が出てきてて、この辺に書いてあるんですけれども、その統計モデルでは 95% の合致率で、アフリカ系アメリカ人と白人のアメリカ人っていうのが区別できると。で 88% の精度で、男性で、それから 82% の精度でイスラム教徒とキリスト教が判別できると。これはねすごいことですね。で、すごいその細かいところでは、ユーザーが21歳に達する前に両親が離婚したというのが、60% の合致率。まあでもこれは 60% なんでちょっとあれかもしれないですけど、ただでも6割でこれが分かるっていうのはなんかすごいなと。で面白いのがこの、最初に出たこの写真ですね。この写真にいいねを押した人っていうのは、この写真にいいねを押したっていうのと、怖がっているのは君よりも、ガノホーダーというページにいいねするとタバコを吸わないっていうことに相関関係があると何のこっちゃみたいな感じなんですけど、まあこれはよく言われた、昔、マーケティングなんかでねよくやってる、スーパーで、ビールと紙おむつがよく売れるとですね、一緒によく売れるっていう話がありますよね。有名なやつですけども、要はだから、お父ちゃんが買いに来て、でだいたいちっちゃい赤ちゃんがいるとですね、お母ちゃんが外に出れないのでお父ちゃんが買い物に来るんですね。でその時に、紙おむつを買ってくるんですけども、ついでにビールを買う、まあビールを買うついでに紙おむつっていうのは多分あんま考えにくいんで、ということはお父さんが買いに来て、紙おむつを買うんだけどついでにビールを買ってくる、ということでビールの隣に紙おむつを置くと爆発的に売れるんじゃないかっていう、そういうね、話があるんですけれども、まあ、そういうふうにそのいろんな、いわゆるビッグデータみたいなものを解
析していくと、今まで見えてこなかった相関関係っていうのが見えてくるっていうのがあるんですが、ただですね、こういうのって、どこまでこうね再現性があるのかどうかっていうのは甚だ微妙なところがあって、その時の時流だとか、なんかたまたまその特にこういうねいいねみたいなものを、ではですね、たまたまそのテレビでなんかやってたとかですね、その特に日本とかだったら健康に関する番組ありますよね。でそこで、例えば納豆がいいとか言うと突然納豆が売れ出したりとか、生姜がいいとか言うと生姜がやたら売れると、生姜の入ってる商品がやたら売れると、まあ、そういうことってあるんですよね。だからその時に、計測してしまうとなんかこう関連がありそうに見えるんですけど、実はそのメディアで動かされてる時の方が大きくてですね、現実的にはあんまりその相関関係でなかったりするとかっていうのもあるんですね。だからこの辺りをどういうふうに見ていくのかっていうのは、こう長期的なスパンで見なきゃいけないんですけども、まあ、今回のこういう計測、いわゆるプロファイリングみたいなものなんですが、確かにねこれってある程度の傾向っていうのは絶対出てくる可能性はあります。まあ、環境が人を作るっていうのがよくあるんですけども、遺伝的に性格だとかなんだとかっていうのはこう決まるとは言われてますけども、ただやはりですね、その中で育った環境によって受ける影響とか、それによってこう思考が変わるっていうのは、やっぱり思考っていうのは好みですね、それはやはり大きくて、それによってそのいいねするっていうのはやはりですね、無意識にこうやってることってやっぱ多いんですよ。でそれにこう写真を見てそれが何かっていうのは理解するっていうのは、過去に経験がないと目に留まらないし、いいね押せないんですよね。これだってその日本人がじゃあ押すのかっていうと何かわからないんで、ん?って感じになっちゃいますよね。ただこれをカーリーフライっていうのを食べたことのある人にとっては、あそうそうこれこれって言っていいねを押すと思うんですよ。ところが知らない人にとっては何かどうわからないから、その食べ物だっていうのは分かってもその味が想像できないので、いいねを押すっていうところにこう結びつかないんですよね。やはりそこら辺はある程度こうプロファイリングができるっていうか、こういう傾向にある人っていうのは見えてくるのはありますよね。特にその Facebook っていうのは視覚効果がやっぱり大きいので、写真による影響っていうのもますます大きくなってきてるんで、そのあたりである程度のですね傾向っていうのが分析されてくるんじゃないかなと。まあこれからね、無意識にいいねしてるとこういう感じの人っていうのが分析されて、でその人の好みそうなものをちゃんと広告を入れてくると、さらに一歩進んだですねマーケティングとかが出てくる可能性があるなというのを思ってます。まあそれがいいかどうかはね、何とも言えないところで、ある意味ね自分の好みに合った広告ばっかり出てくるとなるとうざくはないんですよね。うざくはなければそんなにその迷惑だっていうふうに思わなくなるっていうのがあるんで、うまくいくとこれは大きなビッグチャンスでもあり、またユーザーにとってもそんなね気持ち悪いもんではないということになっちゃうのかなという、なんかね不思議な感じですけど、さて、そんなところでもう6時14分になりました。今日はなんか雨風が結構強くなりそうなので、特に夕方はね風が強くて雨もかなり降るみたいなので、その辺の対策をしっかりして、出かけましょう。月曜日、今日からまた新たな1週間スタートという人多いと思います。今日も元気にやっていきましょう。ではまた。